ケピボーは帽子の故障の一つ。円筒形の道に天井が水平に張られ、ひさしが水平につくという外観が特徴で、主にフランスの陸軍や警察で性暴として使用されてきた。特徴的なフランス陸軍のケッピボウ1852年当時のアフリカ中流フランス外人部太平発祥は1830年代、仏寮アルジェリアに遡る。当時のフランス軍は、 重厚な革製の車光棒を使用していたが、現地の気候に適応すべく、車光棒を簡略化させた、キャスケット D やフリックという塔で編んだより軽く、機能的な防止を考案した。その後、フランス陸軍が近代陸軍の模範とされてきた影響で、19世紀から20世紀初頭までは、世界各国の軍隊の制防として、広く取り入れられていた。しかし、 第一次世界大戦前後から各国でドイツが発祥の官房や独自のデザインの軍房が次第に採用されるようになり、軍隊等の制望としてはフランスや旧植民地以外の国ではあまり見かけなくなった。だが、その完結にして洗練されたデザインのため、現在でも様々な業種や団体で制望として採用されている。日本ではシャルルド・ゴールの印象が強烈であったせいか、 長らく、ドゴールボーという通称で呼ばれていた。しかし、形状がニルワークキャップを、ケピボーやドゴールボーと表すのは、本来は誤りである。フランス発祥の地であるフランスでは、陸軍及び警察、国家憲兵隊が導入。当初は、頭頂部を前方にクラッシュさせた形状であったが、後に、円錐型へと変更された。ドイツドイツでは、 国家社会主義ドイツ労働者等が制服として採用した。後に党本部の制服は官房にとって変わられたが、以降も突撃隊を、はじめ多くの歌舞伎館に受け継がれていった。オーストリア・ハンガリー・ハプスブルク朝時代後期の19世紀に、フランスの影響を受けて、陸海軍人や警察官の制帽として採用された。 第一次世界大戦の敗戦による帝国の解体後、共和国として再出発したオーストリアでは、軍服も旧帝国時代の影響を排除して大幅に改変が加えられ、官房に置き換えられた。ハンガリーでは陸軍の礼装などに旧帝国時代の影響が強く残り、旧帝国時代の聖望に近い形態の帽子が聖望として採用されている。日本幕末期に、 フランス式軍政を導入した幕府陸軍や各藩が使用していた。明治期の帝国陸軍海軍にも引き継がれ、海軍では明治初期の数年間、陸軍は将工製員の聖帽としては昭和の軍解体の最後まで引き続き制定されていた。また、警察では明治初期に採用されたが、後に官房にとって変わられた。昭和期に婦人警官用として復活していたが、 現在では廃止されている。戦後の自衛隊の制服では、陸上自衛隊が用いるオリーブドラブや、迷彩色の作業衣と共に着用する作業棒として、米軍でリジウェイキャップと呼ばれていたパトロールキャップ型の帽子が現存しており、これがケピ棒型として分類される場合もある。中国中国では、新潮末期、新軍の制棒として採用されたことに始まる。 侵害革命後の1912年、北洋陸軍が冷装の聖望として採用。国民政府軍でも1936年1月20日交付の陸軍複製条例にて冷装を導入した折に聖望として採用されたが、1946年に廃止。以降、現段階では採用していない。その他の国々、ありがとうございます。